こんにちは、ゆこです。今日はアメリカで仕事をしていて日本とは違うなと気づいたことがいくつかあったので、そのお話をしたいと思います。私はアメリカで大学を卒業してからずっと外資といいますか、アメリカの企業に勤めています。仕事では日本語は全く使いません。ローカルのアメリカ人と同じように面接を受けて就職や転職をしてきました。なので今日お話しすることは、アメリカにいる駐在員の方とか、こちらに住んでる日本人の方が日系の会社に勤めているっていう場合はまた話が違ってくると思うので、あくまでも私の経験はローカル採用としてアメリカの企業で働いているというお話です。ではまず一つ目、これは知っている方も多いと思いますが、日本の名刺交換はアメリカではしません。というか、最近は名刺自体作らないという会社も増えてきています。営業の仕事の方は別と思いますが、一般にアメリカの企業で勤めている方は最近は名刺も持っていないっていう方の方が多いと思います。私も実際今の会社では名刺はオプショナル、作ってもいいし作らなくてもいいという感じでした。で、私は今は名刺を作っていません。で、数年前までは名刺も作っていて、名刺交換もしていましたが、交換するときに両手を使うとか頭を下げるとかそういうことは一切しません。で、クライアントによってはテーブルの上でこうスライドさせたりとか軽くちょっと投げたりとかすることもたくさんありました。でも日本の名刺交換って美しい私は思っていて、日本のビジネスマナーって一つの文化ですごい素敵だなと思っています。でもアメリカでは実際にそういうことはしません。で、2つ目は、TOEIC、テストですね、英語のテストの TOEIC の知名度はものすごく低いです。っていうか、アメリカ人はほとんどの人が知らないと思います。で、ローカルのアメリカ人と同じように面接を受けてつく仕事なので、英語がある程度できるっていうのは当たり前なんですね。なので日本でも例えば銀行に勤めるのに、日本語検定1級とか聞かれないですよね。これと同じで、TOEIC はアメリカで就職するには使えないんじゃないかなと思います。多分履歴書に書いても誰もみんなスルーして質問でも来ないような気がします。で、日本で働く場合はもちろん会社の規定である程度のスコアがないとダメとか、それとか日本で外資系の企業とかで、今は日本の企業でも TOEIC 取ってくださいっていう会社もあると思うんで、そういうために勉強するのはいいと思いますが、アメリカのローカル採用には全く意味がないと思うので、もしアメリカでローカル採用で入りたいという方は別に TOEIC とか受けなくてもいいんじゃないかなって私は個人的に思っています。で、3つ目、最後になりますが、これは仕事上での習慣の違いです。で、日本では、クライアント、上司や同僚の話を聞いているときに相槌を打って、はい、はい、そうですねとか、はい、わかりますとかいうふうな相槌ありますよね。で、これって日本では真剣に相手の話を聞いているっていう感じを受けますよね。でも日本の相槌はアメリカでは失礼になることもあります。で、私もミーティングなどで自分では気づかないうちに自然に相槌をよく打っていました。でもある日先輩の方が、その相槌はやめた方がいいって言ってくれたんですね。で、特に相手が話している途中で日本の相槌のようにこうオーバーラップして、うんふん、うんふんとか、イエス、イエスとかっていうのは、英語で
you distraction、 こう相手の言いたいことを邪魔しているみたいに受け取られたりします。あと何度も yes 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 ok とか、うんふんうんふんうんふん I got it とか、そういうなんか yes とかうんふんを繰り返し相手が喋っている時に言ったりとかすると、こう軽くあしらってるようにも受け止められるみたいです。例えばなんか、あ、Yes, Yes, Yes, I got it みたいな、なんかそれは言い方にもよりますが、何度も同じふうに、うんふん、うんふんとかって何回も言うのもあまり良くないみたいです。なので、アメリカと日本では相槌のタイミングが違うっていうのも、まあ、面白い違いかなと思いました。今日は3つ。アメリカで働いていて気づいたことをお話ししました。これからもこんな風なことも、まあ、動画にしていきたいなと思っているので、もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた。